公演終わりました。今日はタイの卒業公演だったんですけど、見に来てくれた人いますか？ねえ、感動したわ、泣いちゃった。ありがとう。配信見てた？ありがとうございます。ありがとうございます。公演前にショールームやろうと思ったんだけど、ちょっと TikTok 撮ったのでできなかった。ありがとうございます。12時過ぎたらアーカイブもあるので、ぜひ見てください。なんか夜ご飯を食べ損ねたので、差し入れでもらったチーズケーキを食べてます。美味しい。今日は久しぶりに大の卒業公演でメロンジュースを私歌ったんですけど、なんかツアーとか、ツアーで福岡に行ったぶりな気がします。どっちだろう、ダンス選抜公演みたいなやつもやったんだけど、ツアーとそっちもどっちが最後なんだろう。時系列がちょっと分かんないや。まあでも久しぶりだったって感じです。やっぱ盛り上がります。もう脇曲って感じ。本当にあと「今君を思う」っていう曲を歌ったんですけど、めっちゃいい歌詞だった。知らなかったんだけど、今回歌うってなるまでね。
めっちゃいい曲でした。一旦止めますね。移動する場所。ごめんね。ごめん、一回途中で止めちゃうけど、その時は。また接続するので待っててください。めっちゃいい歌でした。ふと風の中に君の声が聞こえてくる。ありがとう、みんな。12月のカンガルーも歌ったんですけど、フルバージョンを久しぶりに歌って懐かしかったです。たった一つのその世界、どこへ行くのも一緒だよってやつ。ねえ、ガンガルーめっちゃ懐かしいですよね。まあ、定番曲だけど、その時々に思い出があるから。確かにめっちゃ楽しかったです。あっという間だった。本当にめっちゃ綺麗なドレス姿だったから、なんか出ていく瞬間裏でみんなで見てたんだけど、ライト当たってこう照らされてる感じもすごく綺麗で儚かったです。綺麗だったよね。ああ、リボンが黒かったので髪と一体化して猫耳みたいに見ました。確かに。でも後ろから見たらね、リボンにそのなんかストーンとかがついててめっちゃ綺麗だったよ。すごい、ファンの方の熱量もすごくって、めっちゃ暑かった。今日一昨日と比べもなんないぐらい、この劇場のそのなんていうんですか、なんか室内度っていうんですか、あもうみんな汗止まんなかったし、まあ暖かかったのもあると思うんですけど、いやもうすごかったですね。そう、あったかくなりましたよね。でも、まあ、夜はちょっと肌寒いかな、まだ。でも昼は本当に半袖でもいいぐらいあったかいですよね、今。
仲良くなって嬉しい。このまま春をちゃんとね訪れてほしいですよね。お花見できるよ。そろそろ。でもなんか早いんだよね今年。だからちゃんと見たい時に見れるといいですね。意外となんかこの通学路ってわけじゃないけど、なんかその道とかで桜見るときあるから、なんかお花見というよりかはなんかそういうのできるといいですよね。それはそれでもなんかその公園とか有名な公園とか行ってご飯食べたりとかするのもお花見の醍醐味だと思うから。確かにね、見頃あたり雨になったりするから今のうちじゃない、あったかく咲いてるとこで。来週には満開だって。あ、そういう地域もあるんだ。見逃したくないですね。一瞬だよね桜の時期って。しかしたらそろそろちょっと一時中断しなきゃいけないかも。まあ必ず割とすぐに再開できるのでちょっと待ってくださいね。急にミュートになったり急に音声画面が切れたりしたらちょっと移動中なんだなと思ってください。なんかさ、ちょっと髪切ったんだ、わかるかな。ちょっとね、誰も気づいてなかったけど髪切ったんだ。長さ自体はなんかあんま変わってないんだけど、なんか短いところが増えました。全体的に全くその長さは本当に変わってないんだけど、この辺とか短いです。前髪もなんか普通に下ろしてたんだけど、もう汗が髪を伝って落ちてきちゃうぐらい暑かったので、今日ははい、もうまとめました、横に。宇宙から
くない？